ビビントスマートホームアリーナはアメリカ合衆国ユタ州ソルトレイクシティにあるアリーナ。1991年10月4日にこけら落とし、2002年のソルトレイクシティオリンピックではソルトレイクアイスセンター名義で使用された。現在は NBA のユタジャズの本拠地としても使われている。1991年まで使用されていたソルトパレスの代わりと、 冬季オリンピック招致のために9300万ドルの建設費をかけ完成し、デルタ航空が15年契約の命名権を取得。デルタセンターとしてこけらを落とされた。プロスポーツとしての最初の催しは10月16日に開催されたアイルのソルトレークゴールデンイーグルスの試合である。1993年から1995年にかけては NCWA の WAC の 男子バスケットボールのトーナメントが開催された。1993年には NBA オールスターゲームの開催地になっている。2002年のソルトレークシティオリンピックではショートトラックスピードスケートとフィギュアスケートの会場になった。また映画作品キューティブロンドハッピーマックスではアリーナにおいて部分的な撮影が行われたこともある。2006年デルタ航空は ネーミングライツの更新を辞退。低レベル各廃棄物処理企業のエナジーソリューションズが命名権を取得し、名称がエナジーソリューションズアリーナに変更された。2010年には NCWA 男子バスケットボール一部のトーナメントにおいてスイート16とエリート8の試合会場として使用された。2015年10月には住宅大手のビビントが 命名権を取得し、現在のビビントスマートホームアリーナとなった。ありがとうございます。